いらっしゃいませー。どうも渋谷ハルです。本日は、ハントシャープ5かな、ガントレット、付近に眠る次のアーティファクトを発見する、行きましょう。さらっと前回の物語を、振り返っておきたいなって思うんですけど、確かオクタンが一人で行って、まあその先にめっちゃジャンプパッドがあって、あれあれレブナント使えんじゃん、レブナント使うか、レッツゴー、ウィングマン20ダブルハンドガン構成で、オクタンが一人で行って、まあそのオクタンを救うためにも情報を集めたりとか、そういったことをしていたのが前回でしたね。ガントレットっていうからオクタンガントレットから始まるのかと思ったけど、オクタンを見つけた。アーティファクトの次のピースもこうやって運よく見つけたいものだな、ブラザー。オクタンは見つかったらしいです。この装備はそりゃ無理あるでしょうよ。ダッシュドアロックされてるぜブラザー。コントロールパネルを見つけなければ無事に帰ることはできないぞ。あのすいません、20やっぱいります。すいません。っていうので、まあ今回はドアのロック、おお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 お、ちょっとフェルがないんですけど、邪魔だなこれ。まあなんかこうちょっと前にもあったよね、このギミック、このタイプの。ちょっと死んだらかっこ悪いから先に巻いとこう。これもまあ蹴りたくなさすぎるでしょマジ。あでも紫箱おいしい、ありがとね。で、うん、もしかして殴ってからの方が安定する。ほい、これで2個と。黙っていろ。あ、ここ気持ちいい、楽しい。これまあ、どこか一応ね、怖いからね。ほい、お、なんだお前は。あ、金ナインティナインじゃん。前回と、前回に引き続き、出演。ちょっとこのさ、パネル、他の方向向いても作動してくんない？ダメ？最後のパネルだ。これを HUD でマーク。若干翻訳の怪しさが。いやー、金、うお？久しぶりだな。シーズン1以来じゃん。Apex を以前からやってる方はご存知かもしんないんですけど、シーズン1にはティンウィングマンが存在したんですよ。今ないですからね。で、まあ、その頃のティンウィングマンはなんと、ついたサイトが1、2倍の可変だったっていう、すげえ使いにくかったの覚えてる。なになになに？すげえあれ。え、どうしようあれ。行くしかないでしょ。こんなん。こんなん、うおー、カサ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 、すげえ、カバンが立ってる。やったー、うわびくしゃ。あ、さよなら。え、もう一本あるよ。おかえり。で、アーティファクトを取り出す。ちょっと待って、多いわね。ここは、あー、なるほどね。ちょっとドリル配備してるんでお待ちください。バンカーに身を隠そう。獣たちが接近している。え、これここ行っちゃダメ？上の方が安全だったりしない？そんなことない。これさ、なんか中から湧いてきます。あ、でもこれ閉まらないんかい。あ、後ろは来ないのか。じゃあいいわ。
ットショットハンデちゃんとあるんだな。こいつら影の軍勢、影モードになるとあの一発で落ちるから気持ちいいな。まあまあまあ、この辺の流れはいつも通りって感じですね。しばらく暴れて、まあミッションというか道中のギミックこなして、で最後はまあしばらく耐えるといった感じの流れは同じと。キュイーン。ドリルファディオ完了。じゃんじゃん取りまくれ。遠慮するな。1個しかないんだが。ケースを手に入れた。もうここに用はない。これから家まで送ろう。楽しいな、一発で落ちるから。帰るか。ホップー。サクセス。さあ、というわけでハントシャープ5ガントレットが完了しました。まあ報酬は、まあ、いつも通り多分宝石、うん、そうだね、宝石の今回は黄緑色と、まあ今回もアーティファクトのピース。ファラデーアーマチュア、幅広い電磁的静電気的干渉から他のコンポーネントを守りながらコアにとって理想的な共鳴環境を提供していた。裏側をグリッド状に覆っているコンタクトピンは終端が見当たらず、他のまたは借用されたデザインの純正パーツだった可能性がある。まあちょっとこの辺はねよくわかんないんでね、飛ばして、F35 ウソ付きのウソ見ていきましょう。今回は老婆視点かな。あと少しだった。ワットソンは意識を取り戻してクリプトと一緒にアーティファクトの組み立てをほとんど終わらせていた。全ては計画通りだった。あと1日か2日もすればエーペックスゲームに別れを告げてペントハウスの生活に戻れるはずだった。あそこが私の本当の居場所だったのに。頂点に立つことが。ちょっと老婆、話があるの。またか。いいでしょう。見捨ててあげるのが本当に楽しみでたまらない人。そう、構わないわ。なんなら二人になれるところを探しましょうか。お構いなく。レジェンドのみんな、集合して。話しておきたいことがあるの。なんですって？私たちが異世界で命を懸けている本当の理由。そして、それがお宝とは関係がなかった。老婆はハモンドから報酬を受けるために動いていたのよ。まずい。今すぐ止めないと。まあ、このバンガロールのセリフまでが一応前回で見れたところかな。この後もあったっけ？バンガロール、どんな事実を掴んだつもりかは知らないけれど、その説明は全然。あら？みんなに悪魔の取引をバラしてほしくないの？何の話をしてるんだ？何も、何でもないわ。ただのゴシップと噂話よ。こっちには書き起こしがあるのよ、お姫様。スカルタウンを掘り返したとき、あなたはレブナントの外郭だらけの倉庫を取り壊したと言っていたわね。事実その通りだもの。あなたたちも見たでしょ？でも、それが全てじゃなかった。あなたは他のものを探していた。ソースコードと呼ばれているものをね。何の話をしているのかしら。ハモンドの例の女性。オクタンのデート相手ね。彼女もソースコードの存在に触れていたわ。書き起こしを見ていきましょう。ここでハモンド側の代表者が言っているわ。そちらの望みは承知しているの、ミス・アンドラーテ。狙いはソースコードでしょう。幸い、私たちはそのありかを知っている。座標を教えてあげましょう。その代わり、こちらの要求も聞いてもらえるかしら。待って、俺たちはハモンドのためにこんなことを。あれなが。これ絶対画像とセリフが合ってないね。連中の汚れ仕事をさせられていたのね。お宝は老婆の作り話だったみたい。こんがらがってきたな。お宝がないのは分かったが、バンガロール、お前はそれでいいんじゃないか？お前は IMC の出身で、ハモンドは IMC だ。奴らのためになるんだろ？ここは話が別よ。私も知ってるグループ企業だけど、IMC とは関係がない。だからこそ怖いのよ。私たち全員にとって。連中はアウトランズ全体を脅威にさらすかもしれないことに手を染めようとしているわ。そうなればあなたたちも一言じゃないでしょう。
私たちは連中の実験のモルモットってわけ。全てを破壊してしまう兵器のね。老婆、どうして仲間に嘘を？なぜ真実を話してくれなかったんだい？あなたにはわからないわ。ただの道具だもの。おい、そんな言い方はないだろ。少なくともこいつは正直者だ。お前が俺たちを信じていたら。信じる？誰を信じるって？あの悪魔は何百人もの命を奪ってきたのよ。私はあいつに家族を奪われた。そしてあなたたちはあいつと肩を並べて戦っている。それに、あなたたちの中にはご丁寧に本性を見せてくれた人もいたわね。動きを漏らしていたでしょう。はした金のため？暗殺対象者リフトで特別待遇をしてもらうため？もしあんたらの一人でも信用できるほどバカだったら、私はとっくに世界から抹殺されていたでしょう。こちらを信頼した私たちもバカだったみたいね。でも、それもこれで終わりよ、老婆。ソースコードって何なの？あいつの惨めな存在を消すための秘密をやっとの思いで掴んだのよ。言えば奴に気づかれる。絶対に。あいつの頭だ。ダメよ。やめなさい。俺は少しだけビンフォンダイナミクスにいたことがある。人造人間のプログラミングの事情には詳しいんだ。感情、記憶、人格といった個体の内部ロジックの源流を司る元の人間の脳組織が頭蓋フレームに組み込まれている。だが、レブナントの場合は奴の生体組織、ソースコードがユニットの外部にあったのか。面白い。なんてことを。あなたは私に死刑を宣告したのよ。悪魔の手先がこの話をあいつに伝えたら、私は寝ている間に殺される。間違いなくね。じゃあ寝ないことだな。もうここを出ようぜ。もう謎解きは終わっただろ。そう簡単な話だったらいいんだけど、アーティファクトは完成させないといけないわ。待ってくれ。信じられないがもう一度言ってくれるか。レイフ、舌がもつれたのか？ピーフは集め続けちゃ、ピーフは集め続けちゃらいけないって言ったのかな。いい？これにはまだどんな力があるかわからないの。ここで完成させなければ、ハモンドの命を受けた誰かが完成させるでしょうね。そして、連中の企みを暴く手段が失われてしまう。つまり、老婆の汚れ仕事を続けろと。私たちで真相にたどり着きましょう。これを完成させて、役割を突き止めた上で、破壊するの。でないと、アウトランブの全員が苦しむことになるかもしれない。その時、ライフラインとジブラルタルがレイフのポータルからこぼれ落ちた。新たなピーフとオクタンを触れて。いや、その大部分というべきか。彼は大量に出血し、両足を失っていた。みんなが一斉に駆け寄って、全員で彼の命を救おうとした。ほどなく、私は存在を忘れ去られてしまった。振り返った私はバンガロールと向き合った。口元が歪むのを感じ、毒を吐き出していた。お見事ね。スパイは悪魔に不便を伝えるでしょう。狙いが気づかれたら、私は八つ咲きにされるでしょうね。じゃあ、逃げるべきね。早い方がいい。私はどこにも行かないわ。あいつが死ぬまでは。好きになさい。あなたはもう葬り去られたの。バンガロールが立ち去った時、私は運命が閉じたことを悟った。仲間もなく、援護もない。死せる女なのだ。でも、どうせ死ぬなら、あのバカも道連れにしよう。次回、自覚なき内通者。ようやく探していた奥多摩見つかったものの、片足どころかすでに両足を失っているっていうもう、瀕死の状態。ライフラインが、まあ、奔走して、ヨーコの協力を得ることに成功して、老婆の企みっていうのは分かって、まあ、それを共有されたバンガロールが今回老婆を、まあ、詰めていくっていうような流れでした。で、まあ、ちょっとこのタイトルは気になるのが自覚なきって書いてあるんで、まあ、もしかしたらこう、なんかハックされてるじゃないけど、ね、なんか、まあ、得た情報が勝手に、レブナントに流れちゃうっていう、まあなんかそういう仕組みみたいなのがもしかしたら作られて、まあ仕掛けられてる人がいるのかもしれないですね。といったところで、終わりかな。以上が、ハントシャート、ハントシャープ5、ガントレットと、まあストーリーチャプター5、ウソプキのウソでした。で、爆音だな、相変わらず。これ次回のやつかな。スカルタウンへの帰還。ミラージュがなぜか不参加にって書いてある、ありますね。まあこの辺もなんか気になりますね。まあこちらが、一瞬確保にプレイ可能ということで、来週のお楽しみで、また来週、あ、てかなんか出来上がってきてるけどさ、なんかレブナントみたいな出来上がってきてるね。なんか最終的には頭蓋骨みたいな形になりそうな感じですね。以上、また来週お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。バイバーイ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。